にちは、新大リメンバーのすずです。稲山です。久保田です。今日はですね、2音卒でサマーに全落ちしてしまったしおんくんと、逆にね、2音卒のサマーで無双した稲に来てもらって、どうしてこの差が生まれてしまったのかっていうところを聞いていきたいと思います。申し訳ないしょうか、ありがとうございます。サマー全落ちのつらしいから、俺サマー無双のつらしいから、はい、稲はどうやってサマーインターンを活用して、逆にそのしおんくんはサマーインターン全落ちからどういう風に挽回していたのかということについて聞いていきたいと思います。で、この動画を見てもらえれば、サマーインターン徹底的に活用する方法と、逆に全然ね、うまくいかなかったとしても、そこから挽回する方法を知れる動画になってるので、ぜひ最後まで見てください。見てください。はい。じゃあ、ちょっと聞きづらいんですけど、しおんくん何社ぐらいサマー落ちちゃったんですか？いや、僕もう10社連続で落ちちゃって、そこでもう泣いちゃったみたいな。確かにね、感じですね。いや、マジこの後言いづれ。逆に稲は何社ぐらい参加したの？はい、俺は13社参加して、夏休みはもうほとんど6日間以外ずっとサマーインターンみたいな。エントリー出したのは何社？エントリー出したのは30ぐらいだったと思います。はい、すごいですね。すごいですね、本当サマーインターンの方ですね。で、じゃあなんでこの差が生まれちゃったのかっていうところで、なんでこの差が生まれたと思いますか？シンプルにモチベ上がらないなっていうのはすごいあったと思うし、あとは時間がないから優先順位が必然的にこう下がっちゃったみたいなのはあるのかなって思いますね。出してる数も違うもんね。その通りですね。俺も本当モチベもガン決まりで、サマーインターンに全て注いでやるみたいな、ここで大手の内定掴んでやるみたいな、ちょっといかついマインドで、しかもバイトもカフェのバイトを週に23時間しかやらないみたいな、それ以外ずっと就活だったんで。やば。その具体的に何時間ぐらい使ったの？どれぐらい下がったの？2人は456788はもう本当毎日ほぼ就活。すごいな。逆にしおん君は？僕は本当に毎日とかいう次元じゃなくて、去年の7月とかはもう0時間ですよね。就活ってなんだろう、周りもやってないし、まだいいかなみたいな顔をして過ごしてました。要はもう本当にモチベと使ってた時間がやっぱ圧倒的に違うっていう結論になりますね。じゃあ次、稲山さんどんな感じでインターンをこなしてたんですか？僕は本当毎日サマーインターン、複数デイズもあればワンデーもあって、それをもう本当に毎日こなしていくみたいな、そんな感じでしたね。8月からと6月7月に1回ずつなんか3デイズのインターン行って、もうそっから8月はもう本当に詰め詰めで毎日インターンで、だから良かったことはやっぱり最低限こういうものを得たいっていう目的を決めてサマーインターン行ったおかげで、自分が全然分かんなかった商社とかメガバンクとかの情報は知れて、そこはすごく良かったんですけど、逆に行き過ぎてめっちゃ疲れちゃったんですよね。本当に疲れるよね。毎回知らない大学生たちと初めましてでグループワークして、でみんななんか下の名前で呼び合って、やっぱ陰キャにはきついんですよ。デメリットはやっぱ行き過ぎると心と体が疲れてきます。ちなみにイナのさ、そのインターンの参加するモチベとか目的って何だったの？なんか受験と同じだよね。申しでいいとこ行きたいみたいな、そういうマインドで、商社とかメガバンクとかコンサルとか、そういういいとこは自分に合うのかなっていうのを確かめに行くみたいな。なんか今でも聞いてすごい腑に落ちたのは、僕も行きたい業界が高校生ぐらいの時も決まってたから、その結構サマーインターンでいろんな会社を見てっていう目的結構大きいと思うんだけれども、なんかそこはいいかなと思って、逆になんか夏は就活っていうよりは業界のこと調べたりとか、その本当に社員さんに会うっていうのもしばらくちょっとやってたんですけどぐらいで収めてたのは、そういう背景があるかもしれないですね。逆にさ、広告にめっちゃ行きたいってなったら、絶対内定取りたいからサマーめっちゃ頑張ろうってならなかったの？なんかサマーインターンあるあるで、インターン行ったら内定の優遇出るとか、そういう噂あるじゃん。それは知らなかった。あ、逆にしおんくんがそのサマー全落ちだったところから、どういうふうに挽回したのかっていうのを聞いてもいいですか？さっきのそのモチベーションが上がらないっていうのは結構続くんですよね。後回しに後回しにしてて、結局その自分の中で3月が解禁だしなっていうデッドラインがあるから、3月までいけるだろうってずる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 いっちゃってたんですよね。だけど12月とかに就活終わった子とか大人の方とかに話を聞いてもらって、就活市場における自分の立ち位置みたいなのを客観視した時に、そこから始めたら遅くてもういらないと思われるんだなっていうのに気づいた。焦り始めたのはそのぐらいの時期。焦りを与えてくれるってそういう客観的な視点があったから、やることが大事なんだなってことに気づいたので、やろうという転換して、でもそこから正攻法で、稲と同じような形で行動量でっていうのは無理だと思ったので、量じゃなくて質で押そうと思って、じゃあ質で押すにはどうしたらいいかって考えた時に、社員訪問をすると会社のリアルが知れるじゃないですか。だから12月とこう1日2人やって、1週間の半分ごとでその企業さんを区切ってやって絵本を繰り返した結果、まあ、より業界研究がすごく深まったから挽回できたのかなっていうのはすごいあるかなと思います。ちなみに社員訪問とかって自分の志望業界の、まあ、企業は行きたいところとかそこ他も含めてなんかいろんな人を抹茶で見つけて業界同じとどんどん会っていくみたいな感じ。あ、そうですそうです。結構最初に偉い人に会いに行くんですよ。7年から10年みたいな勤続してるような業界にずっといるような方に会わせていただいて、でそこからつないでいただくみたいな。アクションを促すために何かやったことはあったりするのかな。あ、でもそれは結構ずっとメッセージでやり取りとかしたりとかっていうの大事だし、こまめな連絡をしたりとか、あとはその本気度をちゃんと示せるかどうか、挫折してますよっていうのちゃんと、さまいたい出れなかったんですよねみたいな話をして、1件だけど例えばつないでもらって 3days に一旦やらせてもらってみたいなのはありました。じゃあ本気度示して、あと自分のその挫折というかサマー全落ちをフル活用して、なるほど、で結果的に自分の行きたい業界の大手のとこ内定してって感じですもんね。そうだね。受かった側から就活終わった後から見て、その3万円単で、今から見てどういうポジションだった位置づけだったかっていうのが聞きたいかも。結論、3万円単いいものだったと思うけど必要不可欠だったかと言われるとそうでもないなと思ってて、いいものだった理由はいろんな業界のこと知れたで、最終的に自分が内定した後に例えば自分が見てなかった業界いいかもみたいな、そういう思いが全然今来ないんですよね。だから最終的に納得度が上がったっていう意味ではすごいいいものだったなと。そういうわけじゃないのは、行かなくても全然就活はうまくいくし、自分の行きたいところは決められるからっていう感じですね。確かに。けどいいことはやっぱりその早期選考とか優遇とかはあるんで、内定が早くもらえるっていうのは間違いなくあるから、そこの安心材料はすごくあると思います。はい、ということで、じゃあ今日の2人の話を聞いて分かったこととしては、サマーインターンとかこの後にあるね秋冬インターンとかに結構たくさん参加したいなって思ってる子は、それ相当の時間をちゃんと割かなくてはいけないよっていうところ、あと、サマー行かなくても、ちゃんとそのサマー行けなかった反省を生かして、本選考とか秋冬インターンに向けてちゃんと行動することによって納得ないで取ることができるし、サマー行かないと就活成功しないとかはないんじゃないかなっていう感じですね。はい、ありがとうございます。今ね、動画見れてサマー落ちて焦ってる人も、サマー受かってウキウキしてる人も、ちゃんと本腰入れて頑張ってほしいですね。そうだね。ただやらずに後悔するならやって後悔しろよと思います。野球部の先生みたいな。ということで、お二人に今日はサマーの差について聞いていきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。せーの、じゃあな。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。